大畑八万宮霊体祭は、むつし大畑町で9月14日から16日までの3日間で行われる祭り。主要神社は、大畑八万宮と、春日神社である。14日は、宵宮祭りで、農米、神楽、出汁しなどが、各町内を練り歩く。15日、16日は、本祭で、八幡宮から、おみこしが出てその後ろを、大海和学、農、米、 神楽が行列を作る。これは、都魚の行列と言われ、大旗祭りの特徴である。またさらにごとして七台の出汁が列を作る。下北地域でも七台もの出汁が出るのは、大畑だけで、地域でも最多数の出汁が参加する祭りである。この都魚に関わる行列が、平成12年に、青森県指定向け民族文化財に指定された。同じ地域で行われる、 田辺祭が静かであることに対して、大旗祭りは非常に荒っぽく賑やかであることから、喧嘩祭とかつて言われていた。大旗祭りの出汁の序列は、おみこしの吐魚にぐぶし始めた年代が古い順番だと言われており、八幡山から北条会までが、江戸時代、豊か境界以降の出汁は昭和になってから、濃くするようになった。出汁は、八幡山、倉間山、北条会。 豊か栄会中島山が、車輪も含めて、木製の平出しであり、明神丸と天女丸が、船出しである。二階建ての出しの一階には、林方、二階には、ご神体を乗せる。以下、出しの順番、町内会と、山社名及び読み仮名、都魚への参加年、装飾、見送り、特徴や美行について記載。大旗祭りの林は、 祇園祭りの流れを組んでいると言われており、金、忍え、鼓、締め太鼓、大太鼓で時に雅に、時に賑やかに演奏される。林は大きく分けて5種類あり、普段は1階の幕を下ろして演奏し、乱林の際は幕を上げて演奏する。また、各町内によって林の解釈が若干異なる。乱林には数種類あり、中でも一般的なのは、 坂森という林で、山やれの掛け声で盛り上がる。町内によっては、八万太郎、ねぶた、数え歌、恋の滝登り等の乱林も演奏する。ありがとうございます。